振り子の動作一つ覚えるだけで、あんなに重たかったクラブの重さが消えて、しかも当たったら全然力入れてないのにパッチーンやったっていう、こうなってくると面白いよ。はい、こんにちは、富士山ゴルフです。手の使い方が上手くないとゴルフは上手くならないんですよっていう、まあ本当に富士山ゴルフの原点に戻ってやらせていただいてます。ということで今日もまた右手っていうよりもとにかく手をどうやって使っていくっていうのことをどん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 掘りたいので、前回こんな話したんですけど、そこからいろいろ展開させました。で、まあこれは手首のこういう縦の動き、手首を縦に使う、縦っていうのはここヒンジングっていうんですけど、こっちの縦っていうよりもこの動きですね。今右手ばっかりやってますよ。この動きを覚える。この動きでそもそもリリースって、別の言葉で言うとリリースをかけてボールを投げる、ボールを地面に叩きつけるっていう方向でリリースさせるっていう動きを、これねすごく大事で、これがクラブを走らせますから、クラブを強く振らせますから、それをスイングに結びつけていくっていうことを前回やりました。で、今日はこうやっていつまでやってても始まらないので、で、ゴルフスイングをまさか本当に立つこうボールここにあるじゃん、正真正銘さ、フェイスもこう持ってこうやってこうやって自分を持ってくるやんね。そうそう、だからちょっとジグザグこっち向いてこうやってってやったんだけど、はいはい、そうあれはこうやるわけにいかんから。でも本当にまずこの手首の動きを覚えようと思ったら、まあ分かりにくかったら、難しかったらこう45度、真後ろ向くんじゃなくて振ってこう、こう大体45度ぐらい振っておいて、こうやってもこうやってもいいよっていう、ところで話が終わったのね、で、これだけでまあまあうまくいったら弾けるようになってくるから、こうやって、ここまで来れた人は今日難しいことで言うとローテーション、フェースローテーションっていう言葉があるけど、はい、登場。あ、はい、くずれてる場合あ、はいはい、ほら、ゲームプロの人で、前回なんかこんなことやったよねっていうのをやってみてください。おさらいですか？そう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 、はい、まずおさらいいきます。ボール、そう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 、よし、いくよ、はい、そのフィーリングを取りたかったよ取らんでもいいし、はい、次、はい、それをスイングにつなげていく。オッケー、オッケー、はい、合ってる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 、はい、はい、次、はい、次行くよ、行くよ、はい、そう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 、重たいからそうなってくるんよね、はい、はい、それを生かして、はい、打ってみる、はい、はい、はい、そうですよね、よし、分かったぞ、で、そう、分かったぞってなるじゃん、なった、で、今日皆さんに言いたかったのは、実は前回も、前回からなんですけど、 これだけしか実は言ってないって、でそれでこれからここで難しいんやけど、こう上げていくときに、はい、今両手でやってるね、はい、両手でこうこの動き、前回までは手首を自分の方にやから、はい、ヒンジ、難しい言葉、ちゃんとした用語で言うとヒンジングって言うけど、メインがヒンジング、ヒンジ、あ、ヒンジやったの、で、これはちゃんと丁寧にヒンジングだけできると、肘を抜かんと痛いのね。あー、そうだね、そう、そっちの方が曲がらない、そう、だから前回イタタタタ言おうって、そう、あれはヒンジングだけで打ったから、でも、そう、で、言いたいのは、本当にこのヒンジの動きに、ローテーション、こうクラブのフェースを開く動き、はい、手で言うと、はい、こうやって、はい、腕を回す動きを、
まだまだこうまともにまっすぐ立って打つのは早いよ、うんうん、45度ぐらい後ろ向いた状態から、うん、クラブを、はい、こう回して、うん、手をねじって、はい、ねじってそうでここでビューンってこうやって振れるようになったらもうここからアホみたいに丁寧に始めていくと、うん、このフェースのローテーションでボールを弾くっていう動作まで、うん、サッと流れすぎる。分かる気がするわ、うん、でもこの2つの組み立てというかそうどっち先とか分からんそうな人にはすごい優しいなこれ。だからあのそれはテコがどうとかいう話もしてるけど、はいはいはい、まだテコ動作が分かってくるとさらに加速してくるけど、うん、でもまだまだそこまでじゃなくて、うん、まずなんだかんだ言って難しい話はいいから、うん、ができますから取るのをメインちゃうナイスキャッチ、ナイスキャッチ、思っとるやろお前。違うぞお前。こっから始まって、それがこう、あ、こうなのね、うん、こうなのになって、やがてこう、こうなの、こうなのになってきて、はい、で、まあね、それをもうまあこうやね、はい、こう打って出した。で、片手じゃクラブ重たいから、うん、ほとんど右手のイメージ、フィーリングでいいから。うん左手はもう添えてるだけでいい、はい、にしといてこっからこれに行って、うん、でここまで来たらこれでも弾けるけど、うん、力が弱いしてると痛い痛い痛いってなるから、はいはい、そう痛い痛い痛いにならない要はここでもうすでに初心者の人っていうかある程度アベレージゴルファーの人でも肘が抜けるっていうのはすごい多いじゃんチキンウィングそうもうこの時点ですでにローテーション入れてこれでもう取ってしまえと思うわけあもう始めたクラブに行ったその日からいきなり肘なんか抜けるわけないやんっていう人を作りたいわけよチキンウィング取れやん、うん、だからそれはこれぐらい根節丁寧じゃないけど、うんうん、丁寧に丁寧に作っていけば、うん、これをね一、うん、回体が覚えたもんって怖いもんで、うん、これで作った当て感はなかなかここへ行けないわけよ、はい、そうで何やったらもうこの方がフェース返ってないからさ、はいはいそうねうん、当たったり曲がらんかったりするんやけど、うん、これは本当にスナップが効かないから、うん、手首が効かないからボール飛ばんよね、うん、でもボール飛ばんけど、うん、はぁ、まっすぐ行こう言うて、うん、でまっすぐ行ったらホッとするよねそれがたまたまレッスン現場やってみもうそこで起きてるのは3時やのにまっすぐ飛びました言われたらもうポーってなってあ先生言うて帰ってくるんやんかっていうことでローテーションを入れて肘が抜けないっていうところまで持ってきたいよはい、はいはい、何代表初心者ではもうないなアマチュアのゲノ代表キタロウみたいなあのなこれさ最初さ私こうやって撮ったやんこうやって撮ったやんその後さ、うん、とこれ多分よみんななこれやと思う、うん、ここめっちゃいいこと言うてるやんいいこと言うてるよ気づいた、うん、ここやこれやここやドヤみたいな顔あのドヤ顔編集の時のあのドヤ顔だけアップにしちゃって分かった上でちょっとやってみようか何いやでも嘘ね嘘ねそれだけやって帰れるわけないよ普通にうん普通にうんどうなった自分ではもう完璧やでお前さ全部したやりたいこと。ええよ。完璧やって。なんかピンときた人だよね。うん。うん、ピンときたよ。はい。うん、で、うん、そう。で、その、ちぐさのピンときた時間はええねん。エラーの
か。違う。それはここまでで、ね、だからその前回の続きで、うん、ピンときたのに、うん、ローテーションを入れてみたらこうなったっていうのをちょっとなんか見せてくれへん。それだけ見たい。ローテーション。そうそう。おお。あ、これな。ええー、ためや。じゃあね、見えへんのさな。もっと、うん、そう、もっと教えてみたいな。そうそうそう。な、そうなんです。で、そういうこと。で、今、うん、今ね、肘抜けないじゃん。抜けてなかった。うん。ほら、肘抜けないじゃん。すげえ怖い。やろ。そう、ほら、真ん中行くやん。そう。練習場でやったら怖いな。練習場のこの分かってたよ。この流れでやれば。そう。うわ、音が違う。うん。すごい。そう。レイアウトする。なんか肘抜けるのもなくなった、うん、ヘッドが走るっていうか。うん。だから当然ヘッド走り出すからパチーンと音に変わるよね。うん、そう。全然辛くない。そう。で、なんか当たった感触もすごい自分でも軽いというかいいよね。軽いし、そうで、このさ、本当に こんなんでも少々中途半端にゴルフをかじっとるやつからしたら、うん、あんな手打ちってなるわけ、うん、そう、これ見て手打ちやとか、うん、そんなんでって思うやつって俺からしたらもう中途半端にうまいだけやろお前みたいな、調子のいい時にそこそこ80そこそこで回れるぐらいのレベルやろって言いたい。本当にそれぐらいローテーションからこう、ね、腕をこう、腕でしょ、もう手首やよね、はいはい、手首とか腕とかっていうのをこう上手に使っていくと、クラブって本当に重さが消えるのよ。そう、ローテーション一つ覚えるだけで、まあこれ振り子やよね、うん、この振り子の動作一つ覚えるだけで、うん、あんなに重たかったクラブの重さが消えて、しかも、うん、当たったら全然力入れてないのにパッチーン出したっていう、うんうん、こうなってくると面白いのよ。たかだか前回もう2回しかやってないけど、最初どっから始まったんじゃ、これやってくれって始まって、2回でまあまあこれぐらいのところまで来れますっていう、これをつなげるだけで、こんなん一体いつになったらって思わんかったこうやってね、いやと。でもこれもたかだかこれだけがどれだけ経験のない人にとっては大変かってことなんだ、うん、だってもう、こう別にこうやってギュッて投げれるようになりなさいって言ってる話じゃないもん、うんうん、それでだけで、なんていうのかな、こうずいぶんパチンって弾けて、うんうんうん、体回せ、腰回せ、ボディーターンって話じゃないかって、うん、はい、ということで、今回と前回のこの2回だけ見ていただくだけでもですね、こんなフィーリングしか、こんな感触でボール打ったことがなかったっていうのに変われると思いますので、ぜひ、トライしてやってみてください。それと、最後にですね、ちょっとこうグリップの話を随分初心者向けなんて言いながらグリップの話を抜かしたんですけど、いずれグリップも丁寧に、やっていきたいと思いますので、まあ今日は時間が来ましたのでこの辺で、ありがとうございました。富士山ゴルフ、あ、違う、はい、こうや、そうやな、おお、なんか上手にいっとると思う。おお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 おなかおお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 おカットするで、したら怖いの、あー、そうそうそう、うわー、ええよ、大丈夫、持ち主が、持ち主が、ええよ、
今日はあんまり刺激与えたらあかんし。そうそう。あ、わかったわかった。ほら。じゃあもうちょっとお前ちょっとうまなびいて45度もきつなりだぞ。もうあの今日はちょっとこれやるから練習しとけって練習らしいよ。もうこうやるから言うから、はい、そしたらもう最初ヒンジングから入ってほしいのに、うん、もういきなりローテーション入れてあおうかなとか言ってやるよ。それは俺がもうちょっとこうやってうまいこと言うでって言いたいんで君たちあー分かった言うてペー言うてほんでなんかもうねもうプルフックになったから大惨事やあー分かったやるかよそれで今俺が言うでですよ。いやそうカメラ回ってない時でやっとそうそう今からこれ撮るでやれ言うとさなんか自分でああみたいなカメリハム下手くらいなのひらめいたみたいな顔してポーンってちゃんと俺言うてんじゃないそうでこれですここで、はい、後ろ向いてもいいよ、うん、後ろ向いてそう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 多分これ見てイライラしてる人いっぱいやるなだってこっからも始まった、うん、カットされてるの全然大丈夫